行きましょう。そうだね。すみませんが、外出はまたの機会にしてもらいましょう。え？特訓です。今すぐにね。また？カイロボットも倒したし、少しのんびりしても罰は当たらないと思うけど。残念ですが、そんな悠長なことは言っていられなくなりました。何かあったの？カイロボットがトリノに向かっています。第二のカイロボット？強敵ですよ、この間のやつよりもね。新型ってこと？コードネームガラハッド。連合軍の艦隊を30分で壊滅させた恐ろしいロボットです。防弾なら勝てるさ。いえ、今の防弾ではガラハッドに勝てないでしょう。なんだって？防弾の性能はカイロボットよりずっと上のはずだよ。ええ。あ、じゃあなんで勝てないなんて言うんだよ。原因は君です。君が防御を覚えない限りガラハッドには勝てないでしょう。防御？ガラハッドの武器は超強力なパンチ攻撃、稲妻商法です。防弾は高性能ロボットですが、稲妻商法を受けて無事でいられる保証はありません。稲妻商法、強力なパンチ。分かったよ、防御を覚える。まずはガードです。 R1、R2、L1、L2 を同時に押してください。足を踏ん張って衝撃に備えます。 R1、R2、L1、L2 を同時押し、難しいな。それに足の操作でガードっていうのはなんだかピンとこないな。ロボットの体は全身が超合金ですからね。人間のように顔面をガードしたりする必要はないんですよ。でも戦闘の途中で転倒するととても不利になります。何せ5000トンの巨体ですからね。そんなわけで足を踏ん張って衝撃に備えることが、すなわち防御となるのです。なるほど。では、ガードポーズをとってみましょう。では実際にガードの練習をしてみましょう。これからターゲットを配置しますから、それを殴りつけてください。するとターゲットが殴り返してきますから、ガードして防いでください。次は回避です。上半身を反り返らせて相手の攻撃をかわすことができます。ボクシングでいうダッキングとスウェーバックだね。そういうことです。では練習してみましょう。練習って言っても敵がいるわけじゃないし、ここで上半身を反り返らせても仕方ないんじゃない？ボクシングの選手だっていつも人を相手に練習しているわけじゃありませんよ。敵の攻撃を想像しながら一人で練習するんです。シャドウというやつですね。なんかかっこ悪いな。日頃の鍛錬があるからこそ実戦で体が動くんです。文句を言わずにやってみなさい。まあまあですね。今日はこれぐらいにしましょう。こんなのでカイロボットの攻撃を防げるのかな。
したんです？あ、うん、異常はないかなと思って。大丈夫です。気になってるんですね、カイロボットのこと。相手が新型のロボットでも勝てますよ、ボーダンなら。うん、でもガラハッドは比較にならないぐらい強力らしいんだ。前のやつとはね、油断はできないよ。あいつらは、あのロボットたちは一体何者なんだろう。何が目的で攻めてくるんだろう。それは、来たみたいですね。新型ロボット、ガラハッド。ゲートオープン。ジェットエンジン点火。ジェットコンバーター起動。エガモーターパワーオン。ボーダー起動中。起動まで5秒。4、3、2、1。ボーダー起動。くれぐれも、ガラハッドの必殺技、稲妻商法には注意してください。そうです。そして、そのタイミングを見切るには、ロボットの習性を利用するのです。ロボットは、必殺技を出す前に、必ずポーズを取るのです。必殺技の前にポーズ。これは、ロボットの構造上、避けられないことなのです。というわけで、ロボットがポーズを取ったら要注意ですよ。もう一つだけ注意しておきます。これまでのデータによると、カイロボットは必殺技ポーズ以外にも意味不明のポーズを取ることがあるようです。意味不明のポーズはフェイントですから、惑わされないようにしてください。
やりましたね。新型の怪ロボットもボーダンの敵じゃない。ボーダンは無敵だ。今忙しいのよ。誰かさんが町を壊した後始末でね。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。広報活動ね。私たちは地域に密着したロボット警備隊を目指しているからね。住民の理解を得るのはとても大切なことよ。守さん、何かご用ですか？守さん用の装備ですね。わかりました。今買えるのはこれだけです。お坊ちゃま、お呼びですか？やりましたね。新型の怪ロボットもボーダンの敵じゃない。ボーダンは無敵だ。いや、パパ。仕事中だ。気軽に電話するな。切るぞ。待って。また金か。1000億でいいな。ありがとう。その。じゃ、忙しいから切るぞ。